受容矢とは、感覚系のニューロンの神経応答に変化を生じるような刺激が提示される空間の領域のことで、ある。受容矢は、聴覚系、体制感覚系、視覚系のニューロンで同定されてきた。受容矢の概念は、感覚系のニューロンのみならず、神経系全体のレベルにまで拡張することができる。多くの感覚受容器のすべてがある、単一のニューロンとシナプスを作っていたとすると、 その細胞のニューロンを構成するのは感覚受容器の受容矢全体である。例えば、網膜神経節細胞の受容矢は、それにシナプスを作る光受容器の全体によって構成され、神経節細胞の集団が脳の細胞の受容矢を形成していると考えることができる。こうした過程を修練と呼ぶ。浄格系では、受容矢は音空間における空間であり、これは、 音の周波数領域である。ほとんどの研究者は、聴覚的需要野と、哺乳類における下牛の有毛細胞のような、感覚上皮の領域とを区別して考える。体制感覚系では、需要野は皮膚あるいは、器官の一領域である。機械需要器の中には、大きな需要野を持つものもあり、小さな需要野を持つものもある。大きな需要野は、広範な範囲における、 変化の検出を可能にするが、近くにおける空間的精度は低下する。したがって、指先のように詳細な構造の検出能力が必要な部位では、小さな需要屋を持つ、機械需要器が密集している。その一方で、背中や足などでは、需要器の数は少なくなり、需要屋は大きくなる。大きな需要屋を持つ、需要器は、ホットスポットつまり需要屋の一部に、刺激が、 最も強い応答を生じる領域を持つ。四角形での受容矢は、四空間における空間である。例えば、ある光受容器の受容矢は、その細胞の応答を変化する、光のすべての四方向からなり、これは、円錐形の空間となる。この円錐の頂点は、レンズの中心であり、底面は四空間の中で無限大の面積を持つ。伝統的に、 四角形の受容矢は二次元で表現される。このような受容矢は刺激が細胞を活性化する定時位置の中で研究者が刺激を提示したスクリーン上に沿った断面である。四角矢の両目性ニューロンでは受容矢は無限遠に今では広がらない。受容矢は観察者からある距離だけ離れた位置にあるか、片視点からある距離だけ離れた位置にある。受容矢を 光がニューロンの応答を変化できる網膜上の領域として表すことも多い。網膜神経節細胞では、網膜のこのような領域は、片方の目の光受容体すなわち水体と寒体から構成され、これらは、双極細胞、水平細胞、甘クリン細胞を経て神経節細胞へ接続する。視覚皮質の両目性細胞では、 双方の目で対応する領域を決定することが必要である。単眼での需要矢は片方の目を閉じて網膜ごとに特定することはできるが、そのニューロンの完全な応答特性は両方の目を開いた時にのみ明らかになる。ヒューベルト・ウィーセルは四角形のある階層におけるニューロンの需要矢は、それよりも階の階層におけるニューロンからの入力により、 構成されるという理論を発展させた。このように小さくて単純な需要矢が組み合わさることによって大きくて複雑な需要矢が構成される。後の理論家は四角形のある階層におけるニューロンがそれよりも工事の階層のニューロンからフィードバック入力を受けることを取り入れてこうした単純な階層構造をより発展させた。需要矢は光需要器から 網膜神経節細胞、外側室状態ニューロン、一時視覚やニューロン、外線上のニューロンと視覚系のあらゆる階層のニューロンについてマッピングされてきた。オン中心型とオフ中心型の網膜神経節細胞は受要やと中心と周辺の光に異なる応答を示す。強い応答であれば発火頻度が高く、弱い応答であれば発火頻度は低く。 応答が全くなければ活動電位が生じない。神経節細胞の受容矢は多くの衰退と艦隊から構成され、コントラスト検出が可能であり、オブジェクトのエッジ検出に用いられている。受容矢のそれぞれは中央にある円形の中心と同心円状にそれを取り囲む周辺よりなり、それぞれの領域に投影された光は異なる応答を生じる。 例えば、受容や中心への光がある、神経節細胞の発火頻度を上げたとすると、周辺への光はその細胞の発火頻度を下げることになる。双極細胞には、オン中心と、オフ中心の2種類がある。オン中心細胞は、受容やの中心に光が落ちると刺激され、周辺に光が落ちると抑制される。オフ中心細胞は、その逆の応答を示す。 オン中心細胞の需要や中心を刺激すると、脱分極が生じ、神経節細胞の発火頻度を上昇させる。周辺を刺激すると、過分局が生じ、神経節細胞の発火頻度を低下させる。中心と周辺を共に刺激すると、そこそこの応答しか得られない。オフ中心細胞は周辺への刺激により興奮し、中心への刺激により抑制される。 複数の神経節細胞の需要やを構成する光、需要器はシナプス5細胞を興奮、抑制することができる。これは、光需要器が神経伝達物質のグルタミン酸を、そのシナプスにおいて放出するためで、それが開くイオンチャネルに依存して、5細胞を脱分極、過分極させる。中心周辺型の需要や構造により、神経節細胞は光受容器が興奮したか、 どうかよりも多くの情報を伝えることができるが、中心と周辺における光需要器の活性化の差分についての情報が得られることが重要である。このことにより、コントラストについての情報を伝達することが可能だからである。需要屋の大きさにより、空間周波数が決まる。小さい需要屋であれば、高空間周波数、つまり、画像の詳細により刺激される。 大きな需要矢であれば低空間周波数、つまり画像の荒い構造により刺激される。網膜神経節細胞の需要矢は、網膜上に落ちた光の分布の非連続性についての情報を伝える。このことでオブジェクトのエッジが特定され得る。四角形のさらに上位では神経節細胞の集団が外側室状態ニューロンの需要矢を構成している。需要矢は、 神経節細胞と同様の形状であり、中心周辺気候型であり、これらは、オン中心型か、オフ中心型である。一時視覚やニューロンの需要野は、より大きく、神経節細胞や、LGN 細胞に比べて、より複雑な刺激を要求する。ヒューベルトウィーセルは、一時視覚やニューロンを、その需要野に基づいて、単純細胞、複雑細胞、 超複雑細胞に分類した。単純細胞の受容矢は、細長く例えば中心に楕円形の興奮矢があり、周辺に抑制矢があるが、ほぼ長方形で長辺の一方の領域が興奮矢でもう一方が抑制矢である。こうした細胞を興奮させる像は、特定の方向に傾いている必要がある。複雑細胞の受容矢では、 特定の方向に傾いたバーが細胞を興奮させ、細胞を興奮させるために、特定の方向への運動が必要なものもある。超複雑細胞では、バーは特定の長さを持つ必要がある。外線上野では、細胞は大きな需要野を持ち、細胞を興奮させるのに必要な像は複雑である。例えば、加速東洋ニューロンでは、需要野は四空間の正中線を通っており、 放射島や手のような画像に対して応答する。防水上界では、ニューロンは、顔画像に対して応答すると考えられている。こうした性質は、初期のフメリー研究の成果の一つである。こうした発見は、後に単一神経レベルでも確認された。同様に、カテゴリー特異的な能量やも調べられている。近年の研究では、例えば海馬妨害が、 建物の近くに特化している可能性が報告されている。しかし、より最近の研究によれば、防水状界は顔に特化しているのではなく、異なる物体のカテゴリー内弁別に用いられることも示唆されている。ありがとうございます。